久保さん。今回、献金の件にしましょうか。なんかあの、すごいっすね。なんか2億ぐらい突っ込んだらしいっすね。あの、安倍総理の、あのー、残殺した人のお母様か。2億どっから出てきたのかっていう、その、まあ、旦那さんの保険金全部行ったっていうね。2億か。 に二億だったかななんかそんぐらい、そう、何億円ぐらい、あの、払ったらしいですけどね。すごいっすね。うん。二億、ああ、これでも入その他、うん。四千万。奥はいってるよな。あ、お、奥。うん。はい。奥は献金してると思います。 で、なんかあの、ツボが、ツボが、すごいな、7000万。なんかいろいろ、いろいろなんかニュースで今やってますね。うん。これすごい、まあ絞られてますね。<laughs> だいぶ絞られてますね。<laughs> うんう。まあ何にお金使うかは自由なんですけど、 うんまあ自由っすね。<laughs> 自由なんだけどうん。これでもすごいな絞られてますね、ほんうに。この、お金を、 ここにお金を払う人の心理は勉強したいっすよね、でも。うーん。ね、うん。まあ、ねえ。うん、い、何なんだろうな。久保さんはわかり、僕払ったものがないからわかんないですけど。こう、何千万も払うのは何年なんだろう。何年なんですかね。 何億も払うのまあう、うん。まあ、人、なんかね、ちょっと仮に、その人質になってね、身の代金とかだったら、まあ、なんとなく、それはまあね、って話なんだけども、なんでだろうな。まあ、興味深いですね、その、 その、この宗教に入って、その、奥とかを献金するっていうね。これは真理は何なんだろうな。まあ、ね、僕とかはその塾とか教材を売ってるので、まあ、塾とか教材とかだったらまだ、まだまだ、まあ、弁解の余地はあるじゃないですか。ね、勉強。だって、大学に、大学も授業料4年で、 私立だったら400万300万とかじゃないですか。まあ勉強代ですよね。授業料ですよね。でも献金っていうのは、うーん、何なんだろうな。まあ募金とまた違うと思うんですよね。ちょっと献金って意味は何なんだろうな。 ビル・ゲイツが、ビル・ゲイツが、なんかどっかのボランティア、ボランティアでなんか恵まれない子供に、こう、あの、募金するとかとかね。なんか、そのなんかわからの献金、献金とは、目的に使ってもらうために寄付をする。目的をか目的に使っと、とある、とある目的とは、ある目的に使って、金銭を寄付すること。なるほど。 うん。あの、宗教団体の目的、それは何ですかまあちょっと僕もこの詳しくまだ全部は見てないですけど。うん。はい。まあお金の使い方は自由ですけど、まあ僕がおすすめするのは、あの、自分の知識だったりとか、まあ自分の知識ですかね。 まあこれからの時代を生き、生きていくためには、やっぱその知恵とか知識が必要ですね。うん。なぜならば、まあ昔と違って時代が本当に早いので、昔はね、やっぱインターネットってのはなかったですから、まあ今、本当にインターネットでも情報がもうめちゃめちゃ出てるわけじゃないですかで。その情報を、まあ IT リテラシーみたいな言葉もありますけども、やっぱその情報がたくさん出てるので、まあ、 僕もいつも言ったりするんですけどやっぱ昔に比べるとインターネットでいくらでも探せるし無料でいくらでも入れるわけじゃないですかで僕からするとまあ、こんだけその情報が無料で出てるわけですから環境もあるしやれば稼げるのになと思うんだけどもやっぱその昔からそのお客さんの悩みとか質問変わんないんですよねでやっぱそれっていうのはその情報を選別できない うーんまあ知識や経験があれば、まあ久保さんもそうだと思うんですけど、もうなんかその、変なものを買うってことは多分ほぼなくないですか。まあそのネタで買うとかはあるかもしれないですけど、多分まあ識別できると思うんですよ、大体は。うーん。まあそれは知識だったり経験だったりとか、そういうので識別できると思うんですよ。うーん。 だからまあ、これからはもう、なんか、情報、情報の戦争なんで、その情報の戦争の中で生きていくためには、やっぱ知識、知恵がないと、難しいかなと。だそこを勉強するために、まあ、金払う、金払っていく。まあ、そのスマホに触れないんだったらいいんですけどね。うん。でもスマホに触れなかったとしても、時代はどんどん変わってきますから、仕事もどんどん変わるだろうし、働き方もどんどん今変わってますし、 うん、はいいってらっしゃい。